千代田区清井町にある参議院宿舎の移転建て替えをめぐり、移転先の貴重な緑が失われると反対している近隣住民らは参議院側の計画に同意しないよう今日石原知事に申し入れました。あとはもう石原都知事の判断に委ねられると思いましたので、それで再度都知事のところにそれを兼ねて申し入れ書を持って陳情に来まして、移転に反対する住民らは参議院側が東京都との協議が整わない限り工事に着工しないと答えていることを挙げ、石原知事に工事に同意せず参議院側に現在宿舎が建っている場所での建て替えを求めるよう申し入れました。宿舎の移転予定地は都の風致地区に指定されていて、建物を建てる場合には都知事の同意が必要です。石原知事はこれまで緑を守るとして移転に反対し参議院側との協議に応じていませんでしたが、先週の会見では移転予定地が売りに出されて民間が買えば林は残らないだろうと指摘し、協議を再開する考えを示しています。